どうも、ハラケンでございます。今回はね、ポケモン GO 関連の動画となるわけなんですけれども、私、ハラケンがね、普段投稿しているポケモン GO 関連の動画って、まあ、なんていうかね、各種イベントとか、あとね、月が変わった時とかの、フィードリサーチについてね、話したりとか、まあ、おすすめのね、フィードリサーチ何をクリアした方がおすすめだよとか、そういったことをね、多く話しているんじゃないかなって思うんですけれども、そんなね、フィードリサーチ関連で、最近になってね、まあ、今更ながらかもしれませんけれども、一つ気がついたことがあったんですよ。それはね、何かと言いますとですね、まあ、フィードリサーチのね、タスクの種類にもよるかなって思うんですけど、例えば何でしょう、ギフトをね、3個送るとか、そういったね、リサーチの、内容の、タスクを持っていたときに、そのリワードのね、絵柄の部分だったかな、ちょっとね、右側のとこだと思うんですけれども、ちょっとね、マークの部分タップしてみると、なんとね、タスクをクリアするために、まあね、送るギフトについて、ちょっとね、簡単な説明とかがね、ポンって別画面で出てきたんですね。で、あとね、同じような感じのものが他にもね、ポケモンを交換するっていうリサーチの時に、ポケモンの交換ってね、一体どんな感じになってるのかとか、そういったね、説明が、まあ、なされている画面が出てきていたりとか、あとはね、一番面白かったのは、なんていうか、ナイススロー何回投げるとか、まあ、グレートスロー何回投げるとか、スロー系ですよね。そのスロー系に関しては、なんだろう、あれですね、ナイス、グレート、あとエクセレントとか、それらのね、サークルの大きさの、まあ、変動とか、あとカーブボールのね、カーブのかけ方とか、そういったところがね、ちょっと動画形式、まあ、アニメーションみたいな形でね、動きも交えて説明されているって画面が出てきたんですよね。いや、こんな感じでね、まあ、ちょっとね、今まで気がつかなかっただけに、結構見つけるまでが大変かなって思ったんですけれども、こういったね、説明があるのは、このポケモン GO のね、ゲームの初心者の方にも、わかりやすい説明がなされていて、すごくありがたいんじゃないかなっていうふうに思いました。あ、ちなみにあれですよ、タスクのね、まあ、バナーっていうか、絵のね、右側の方のリワードの絵の部分を、まあ、タップしてあげると、そういった画面出てくるわけですけれども、そのね、ちょっと上の部分、だから、右上の部分ですよね。そこにゴミ箱マークもついていまして、そこをね、タップしちゃうと、このタスクを、まあ、廃棄しますかみたいなね、選択肢が出てきてしまうんで、タスク捨てたくないよって時は、誤ってね、ゴミ箱マークをね、タップしないように、そこだけね、注意してください。さて、今回はですね、今ね、ポケモン GO では、今週末ですよね、土曜日に行われます、ポケモン GO ツアー、上都地方に向けまして、GO ツアー準備、そういった感じでね、モンスターボールをピックアップしてるみたいな、そういった感じのね、イベントが走っております。で、まあね、このイベントがね、正直、まあそこまでね、盛り上がってないのかなって印象を正直持ってしまっているわけですけれども、まあなんていうかね、私自身ね、これはちょっと、どうなのかなっていうふうにね、ちょっと運営に対して思ってしまったこととか、まあそういったね、そこまでまあ言ってしまえば盛り上がってないイベントとは言われていますけれども、その中でね、まあなんていうか、ベテランのね、ポケモン GO トレーナーの皆さんにも、まあ少しでもね、楽しめる要素、おそらくあるんじゃないかなって思っているポイントがあったんで、今回はね、そのことについて、まあちょっとね、軽くですけれども話してみようかなっていうふうに思っております。まあね、もう結構ね、イベントの方も進行してきて、確かね、今週の金曜日の夜ぐらいまでだったかな。まああんまりね、イベントの期間もだいぶね、短くなってきていますけれども、もしよろしければね、最後までお付き合いしていただければ幸いでございます。それではね、今日の本題に行ってみましょう。はい、というわけで今回はですね、今ね、ポケモン GO で行われております GO ツアー準備、ボールだらけイベントでしたっけ。なんかね、すごいイベント名が長くてしっかり覚えきれてないんですけれども、このね、イベント、どういう意図でね、運営さんは今回打ち出しているのかなって疑問に思ったことについて話そうかなって思ったのと、あとはね、このイベント、まあなんていうかね、ポケモン GO を結構ね、長年やってらっしゃる方々でもどういった感じでね、楽しんでいったらいいか、そのあたりをね、まあ私なりの視点で、まあ、話していけたらいいかなと思って今回話させていただきます。今回のね、GO ツアー準備、ボールだらけイベントでしたっけ？いや、もうね、何回言ってもね、これでいいんだっけっていう違和感が拭えないんですけど、とにかくね、フィードリサーチのリワードとかで、各種ね、モンスターボール類ですよ。そういったボール類をね、多く手に入れることができたりとか、あとはね、ポケモンを捕まえた時に、飴が多く手に入るね、ファイルの実が結構ね、手に入ったりするタスクもね、結構出現してきたりとか、本当になんていうかね、ポケモンを捕まえた時に、またね、ポケモンを後々進化させるために、まあ役立てられるようなアイテムを、まあね、イベントに向けて、たくさん集めていく、準備をしていくっていうのにね、フォーカスしたイベントになってるかなっていうふうに思っております。まあでもね、こういったね、ボール類とか、そういった木の芽類とか、そういったアイテム類に関してはね、まあなんていうか言ってしまえばね、ポケストップですよ。そういったポケストップとか、あとね、ジムのフォトスピナーとか、そういったところをね、一
ひたすら回していればいくらでもね手に入ってしまうアイテムではあるんで、まあなんていうかね、あの都心部都会とかですよね、ポケストップ結構多い地域に住んでいらっしゃる方々とかは、うん、なんていうかね、そんなにあのアイテム集めなくても普通に手に入るから、むしろバッグ圧迫するし、どこまでねそんなに今回のイベント美味しさ感じられないなっていう風に思ってらっしゃる方結構多数いらっしゃるんじゃないかなっていう風に思います。ただね、その反面なんですよ。そういう意味で言うとね、あのポケストップとかね、あのジムとかはほとんどね、あの近隣にない、まあなんていうかな、言葉難しいですけれども、ちょっとね、いわゆる田舎の方にね住んでらっしゃる方々、そういった方々にはね、あの簡単なねフィードリサーチをまあクリアしていくだけでも、ボール類とかあとねパイルの実とかそういったものを結構集めやすいかなっていうふうに思うんで、まあね結局ねフィードリサーチに関してもまあポケストップをねそもそも回さないと手に入らないんで、なんとも50歩100歩かなってところではなくはないかもしれませんけれども、ちょっとはねあの普段よりもアイテムを手に入れる難易度が下がっているんじゃないかなっていうふうに個人的に思っております。だからまあ本当にそうですね、まあいわゆるあんまりねあの道具の数が多くない、まあ、初心者の方々とか、そういったねあのポケストップ類の過疎なねあの地域の方々に向けて結構ね刺さってる場合が多いイベントなのかなっていうふうに思うところではあるんですけれども、そこでね今回個人的にこのイベントに関してね、んそれはどうなってるんだって違和感に思ったことが最近一つあったんですね。それはね一体何かと言いますと、それこそね、まあのイベントの名にもありますけど、あのGOツアー準備なんで、ポケモンGOツアー上都地方ですよね。まあなんていうかね、ポケモンGOツアー、まああのいわゆるね夏に行われております、まあのポケモンGOフェストとか、昨年もねあのポケモンGOツアー関東地方が行われていましたけれども、予定されているね特定の時間の間はとにかくね結構特別なポケモンとか結構貴重なポケモンとかね、そういったポケモンたちが本当にあのその時間中ね一日中ずっとあの出現している、そんな感じのねイベントとなっております。なのでね、まあポケモン GO というゲーム自体がそもそもそうではありますけれども、その時間は特にですね結構あのポケモン自体を捕まえることがとにかくもうメインで一番楽しむ要素になってくるイベントなんじゃないかなっていうふうに思うんですね。ただねそうなってくるとね、まあやっぱりあのどうしてもねあの都会とか都心部にねあのポケストップ多い地域に住んでいらっしゃる方々は、まあそこまでねあのボールの数枯渇してしまうところとか、そういったことはねなかなか起きにくいかなっていうふうに思うんですけれども、どうしてもねあのちょっとあのなんて言ったらいいかな、ポケストップがかそっているしまっている地域とか、そういった方々ね、あのポケモンを捕まえる、とにかく捕まえまくることがメインのイベントって、うん、結構ねあの参加するハードル高くなってしまっているんじゃないかなって思っていたんですよね。でそれでいてね、ましてやこのねポケモン GO ツアーとか、あとポケモン GO フェストとかもそうかな、結構ねあのチケットを購入したりとかして、あのいわゆるね課金をしてあの参加していらっしゃるっていうね、そういった感じのイベントになってくると思うんですけど、そうなるとねあの課金するイベントって、ね、ますますねハードルが上がってきてしまいますし、ちょっとな参加するのためらってしまうなっていうふうに思う方も多いんじゃないかなって思います。だからねそういう意味ではね、まあ GO ツアー準備っていう今回のねイベント名にもなって銘打っているわけですし、まあねそういったね結構あのポケストップあんまりねあの多くない地域に住んでらっしゃる方々にも少しでもねこのポケモン GO ツアー、まあ、チケットをね購入いただいて参加してほしいなっていう風な意図がね、もしかしたら運営さんがあって今回こういう風にねあの簡単なフィードリサーチをクリアするだけでもあのボールがたくさん手に入る、そういった感じのねイベントを打ってたんじゃないかなって思ったんですよ。それがですねちょっとねこれはあの他のねあの仲良くさせていただいているあのポケボートレーナーのね方々から聞いたんですけど、なんかもうねそのあのGOツアー準備のねあのボールだらけイベントが始まってから、その頃にはすでにもうねあのGOツアーのねチケットがもうね買えなくなってしまっている、販売が終了してしまっていたらしいんですね。いやね、チケットの販売も終了しているのに、まあそれでね、まああの少しでもね、地方の方々にも、あのGOツアーとかね、そういったイベントを遊んでいただきたい、チケットを購入していただきたいって思っている中でのね、イベントでもないってことでしょ？うん、何のためにね、今回のイベント行われてるのかなって、そこでね、ちょっと、ん？っていう風にね、なってしまったところは正直、うん、個人的な感想としてはね、ありました。まあ私自身はね、あのGOツアー、あの浄土地方はね、結構あのチケットが販売開始されてからすぐにね、購入してしまったんで、まあ、実際私の画面ではね、あ、もうチケット、ショップの一覧にもないんだってことを確認できなかったんで、これに関してはね、ちょっと何とも言えないところではあったんですけど、本当だったらね、こういったイベントがもし行われるんであれば、それこそね、あのGOツアー浄土の、まあ下手したら当日まででもいいですよ。普通にね、チケット購入できるようにしていただかないとね、正直あんまり、うん、意味なかったんじゃないかなっていうふうにね、感想として思っちゃいました。これね本当にね売ってなかったら、うん、ナイアンティックとしてはどうなんだろうね、これ何がしたかったのかなっていう風に思ってしまっても仕方ないかなって思いますよね。とまあそんな感じなんでね、もう本当にあのポケモン GO のね初心者の方々とか、あの普段なかなかね
あの、都会とかに行かないとできない、まあ、あの、地方にね、お住まいの特にライト層って言っていいのかな、そういった方々にとっては、結構ね、ありがたい意味のあるイベントかなって思うんですけど、もう普段からね、ポケモン GO やってらっしゃる、まあね、普段もそれこそあの、ポケストップもね、普段住んでらっしゃる地域とか、まあ、ご活動してらっしゃる地域に充実している方々は、本当にね、今回のイベント、なんかあんまりね、美味しさがないなっていうふうにつくづく思うところではあるんですけど、まあそうですね、個人的にはね、今回のイベント、なんか、こういうところね、重点的になった方がいいかなっていうふうに思うところ、まあこれはね、おそらく皆さんもね、ご存知なんじゃないかなって思いますけど、今ね、まあモンスターボーイに似ているポケモンが出ているってことで、まあね、ビリー玉とかね、あとは意外なところで言うとマリルとかね、そういったポケモンたちも、まあ出てきているんですけど、とにかくね、あの、玉ゲタケと、あとその進化系のね、モロバレル、このね、2種類のポケモンが、結構ね、野生ポケモンとしてはゲットするときね、星の砂のブーストがかかるポケモンなんで美味しいんじゃないかなって思います。まあでもこれに関してはね、おそらく皆さんもやってらっしゃる中で、まあご存知な方も多いかなっていうふうに思うんですけど、それではね、私自身、原健自身はね、どういった気持ちでこのイベントを楽しんでいるかって言いますと、まあね、ズバリ言ってしまうと、今回のね、ゴーツアー準備は、まあぶっちゃけね、あの、銀のパイルの実を集めるイベントじゃないかなっていうふうに思っております。と言いますのもね、この銀のパイルの実って、もう普段からね、結構入手するハードルかなり高いアイテムになってるじゃないですか。それこそね、なんていうかな、あの、レイドバトルのね、報酬としても、まあ、滅多にね、出てくるものではないですし、あとはそうだな、あの、普段ね、それこそ、普通にポケストップを回すだけだとね、銀のパイルの実、絶対に手に入りません。もしね、あの、ポケストップを回して手に入る場合があるとしたら、まあ、なんていうかあれですね、あの、素晴らしい相棒以上でしたっけ？仲良しのね、ハートが、まあ、3つ以上ついてる、あの、相棒ポケモンがね、あの、まだ回したことがないポケストップを見つけたときに、まあ、そこのポケストップね、見つけたよってマークがついてる状態で、まあ、回してあげるとね、手に入ったりする場合ありますけど、まあ、それ以外で言うとそうだな、まあ、GO バトルリーグの報酬たまに出てきたりとか、あとね、もう本当にあの、月ごとにランダムではありますけど、フィードリサーチをね、まあ、あの、1種類ぐらいかな、クリアしたときぐらいしか手に入る機会がありません。なのでね、今でもなく、まあ、現時点でね、ポケモン GO で実装されている木の実類の中では一番ね、あの、入手する難易度高いく設定されてしまっているんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、今回のイベントではね、この銀のパイルの実一番狙い目となっているんですよ。今月2月はね、確か、2キロ歩くでしたっけ？通常のね、あの、フィードリサーチのリワードとしても、あの、銀のパイルの実をね、入手できる機会が今回あるんですけれども、今回のね、あの、ポケゴーツアー準備ボルダーラケイベントでしたっけ？このね、イベントの限定リサーチで、カープボールのグレードスローを4回連続で投げるだったかな？このね、限定、あの、イベント限定のね、フィードリサーチでも、銀のパイルのみ手に入るんですよ。でね、私が見た限りではね、結構ね、このフィードリサーチは、あの、思ったよりはね、入手できる機会が多かったんじゃないかなっていうふうに思うんで、もしね、今回のイベント全然モチベーション上がらないよっていうふうに思ってらっしゃる方々は、まあ、ぜひともね、そのあの、銀のパイルのみの、あの、リワードのね、フィードリサーチ2種類、これらをね、あの、探しつつ、まあ、ポケストップを回してね、あの、ポケ活してみてはいかがでしょうか。いや、しかしそう考えたらあれですね、またちょっとね、今回のイベントに関して、んって思う話に戻るんですけど、そのね、あの、銀のパイルの実のリワードで出てくる、フィードリサーチよりも、あの、出現率がクソ低くなってるのがね、今回、野生で出現するっていう風に表記されていたはずのね、あの、マッキョガールの姿ですよ。このイベント始まってからね、私、未だにね、一匹も野生で見たことがありません。いや、本当に野生で出てくるのかな？皆さんどうですか？あの、捕まえたよって方々いらっしゃいましたら、ぜひともね、コメントしていただければ嬉しいなっていう風に思います。それではね、今回はこのあたりで動画終わりにしようかなっていうふうに思います。いやー、今週末いよいよね、ポケモン GO ツアー、上都地方ですよ。楽しんでいきましょう。個人的にはね、あの、一体どんなね、まあおそらく、金銀が、あの、元のね、BGM、アレンジされた BGM もかかるんじゃないかなと思うんで、どんな曲がかかるかなってすごく楽しみで、それがむしろ一番楽しみになってるかもしれませんね。いや、本当に楽しみです。皆さん頑張りましょうね。それでは最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。今回の動画が少しでも皆さんのポケ活の参考になれば幸いでございます。よろしければチャンネル登録、そして気に入ってくださった方はグッドボタン、高評価、またね、コメント等々もお気軽によろしくお願いいたします。また私は Twitter と Instagram もやっておりますので、よろしければそちらのフォローもお願いします。それではまた別の動画をお楽しみに。原健でした。